どうも、ハルカットです。手持ちポケモンを6匹までしか持てない理由。ポケモンを手持ちとして持てるのは6匹までとなってます。実際にゲームで7匹目として手持ちに入れようとしても手持ちがいっぱいですとなりますよね。ボックスにはたくさん預けることができますが、なぜ6匹だと思いますか？もっと持てたら楽なのになーって思いますよね。漫画ではこう書かれていました。2,30 と持つだけなら可能だけど、そんな状態だと全てに均等な愛情を注げない。7匹8匹と持つ者は嫌われる。またポケモンリーグの公式ルールでも1トレーナーにつき6匹という規定だから、と大木戸博士が説明しています。なるほど、一番育てやすく愛情を注ぎやすいベストの手持ちが6匹ということですね。でも7匹8匹持つと嫌われるは草。宇津木博士もなるほどじゃないから。そんな正確性のねえルールに縛られてんじゃねえよ。まあモンスターボールを持ち運びするのが6個は限界っぽいっすね。持ちすぎたらどれがどのポケモンが分かんなくなりますもんね。いけ、リザードンって出して別のポケモン出たら、え、違うやん、今お前絶対俺じゃないやん、お前リザードン出そうとしたやん、ちゃうやんってなっちゃいますもんね。ちなみにポケットモンスターブラックホワイトのチャンピオンアデクはモンスターボールをたくさん持っています。見たら分かるように首の周りに6個、腰に3個持っていますよね。本来6匹のはずなのになんでってなったんですが、実はアデクはパソコンが使えなくてボックスに預けられないから手持ちで持っているようです。チャンピオンなのに理由かわいい、誰か教えてあげて。フリーのリザードンはアリボキカのリザードンの中でどれぐらい強い？これまでのアニポケの歴史においてリザードン使いのトレーナーはたくさん登場してきています。さらにリザードンはポケモンの中でもトップクラスに人気ということもあり、毎回アニポケでリザードンを使うトレーナーは物語の重要人物であるケースが多いです。今回は今のアニポケのシリーズに登場するライジングボルテッカーズのフリードのポケモンであるリザードンが歴代のアニポケに登場したリザードンと比べてどれぐらい強いのか考察していこうと思います。現在登場しているキャラの中ではフリードは最強格に近いポジションにいますからね。この議題は結構楽しみです。まずこの話をしていく上で歴代のアニポケの中での強いリザードンの序列が必要です。ということで歴代のリザードン使いについて振り返っていきましょう。1人目はサトシ。サトシのリザードンはこれまでのシリーズをまたいで活躍してきたポケモンです。出会いは人影時代。元は大輔というトレーナーのポケモンで嘘をつかれ外に捨てられていたんですが、その後いろいろあってサトシのポケモンとなりました。サトシのポケモンとなってからは成長するにあたり反抗期もあったんですが、リザードンの聖地であるリザフィックバレーでの修行後は上都リーグやバトルフロンティアなどでエースとして活躍しました。ベストウィッシュ編でもパーティーに復帰し、最近の話では大木の研究所にいましたね。2人目はジーク。ジークは上都地方にあるリザードンの聖地リザフィックバレーというポケモン保護区の女性管理官で、初登場は無印編リザードンの谷また会う日までという回です。相棒ポケモンとしてリサというメスのリザードンを連れているんですが、1匹だけリボンをつけているのが特徴的ですよね。ジークはリサイクバレーで野生のリザードンを保護したりリザードンの使用をしているんですが、先ほども話したようにサトシのリザードンもかつてここで修行をしていました。リザビックバレーにサトシのリザードンが行った当初は他のリザードンが圧倒的に強く、この可愛らしいリサにも投げられていたので、今はどうかは分かりませんが、ここのリザードンたちが強いのは分かりますよね。3人目はアラン。アランは XY 特別編最強メガ進化の主人公です。その後本編にも登場した青年です。もともとはプラタール博士の助手で、旅の途中でフレアランのフラダリに利用されたりもしていましたが、フレアランの事件が解決した後は再びプラターム博士の助手になりました。アランはこの時すでに中断していましたが、ダイゴと互角に戦っていたり四天王にも勝利しています。さらに新武中心で行われたポケモンバトルの世界大会ワールドチャンピオンシップスでは最後マスターズ8まで登ってきていました。マスターズ8のメンツが明らかになった回では第6位でしたね。しかしマスターズトーナメントでは1回戦から無敗のチャンピオンダンテと対決しリザードン対決をしましたが、メガ進化をしたリザードンは通常のリザードンに倒されてしまいました。まあここまで来たのがすごかったですけどね。4人目はトロバ。トロバは XY に登場した人物で、サトシたちとはプラダール博士の主催のポケモンサマーキャンプで出会いました。いつもカメラを持っており、初めて会ったポケモンは手持ちのカメラで撮影しポケモンフォトグラマーになるのが夢だそうです。最初は人影でしたが、カロスリーグ時点ではリザードンに進化しており、メガ進化してメガリザードン Y になりました。試合ではアランのメガリザードン X に負けていますが、メガ進化できることは特別だと言えるでしょう。5人目はカキ。カキは3
サン&ムーン編に登場した人物で、サトスと同じポケモンスクールの生徒の一人でした。カキのリザードンは元は島キングであったカキの亡き父の相棒で、ガタイが良く、ところどころ羽が破れているのが特徴的です。基本はライドポケモンとして移動に使われることが多いリザードンですが、いざという時にはかなりの実力を発揮します。カプレヒレの試練を単独突破して飛行 Z を獲得し、ファイナルダイブクラッシュを使用できるようにもなっています。まあ基本はライドポケモンということと、元はおじいちゃんのポケモンだったということで、かなり年配のリザードンではないかと思います。6人目はダンデ。ダンデは新無重戦に登場した人物で、サトシが来るまではずっと現役チャンピオンだったすごい男性です。ダンデのリザードンは巨大マックス個体でかなりレベルが高く、サトシが参加する前のワールドチャンピオンシップスの決勝では相性的に不利なワタルのギャラドスにも勝利しています。無限ダイナが出てきた時には無限ダイナを倒す寸前まで追い詰めており、アランのメガリザードンも通常の状態で倒しています。おまけにバトルによって使う技が違っており、ダンデが相手によって技を変えているのがわかります。こう見るとやっぱりダンデのリザードンはめちゃくちゃ強いことがわかりますよね。というわけでリザードン使いについてまとめたんですが、あくまで僕個人としてですが、アニポケに登場した戦うリザードンの中で最強なのは、まあこれはダンデのリザードンでしょうね。巨大マックスを使えるのにもかかわらず、事実上世界最強のリザードン対決でアランのメガリザードンを素の状態で2秒で倒す圧倒的強さ。アランのリザードンも四天王を倒し中断したとはいえ、 XY 編では第5のメタグロスと互角の戦いを見せています。そもそもアランはマスターズ8世界序列6位ですからね。そのリザードンをしかもメガ戦火 X の状態なのに素で倒すのは、ダンデのリザードンはやっぱりイカれていますよね。次に強いのは差があるとはいえやっぱりアランのリザードンですね。理由はさっき話しましたが、この功績はでかいですし、メガ進化も使えますし、ほぼ間違いないんじゃないでしょうか。実際ダンデと戦うところまでは素でいけていますしね。次は難しいんですが、この議論において特別技が使えるのかという部分が大きい気がします。巨大マックスやメガ進化やテラスタルや Z 技ですね。そう考えるならリザードンのスペックはまだまだすごいのはいそうですが、XYZ で登場したトロバのリザードン、彼はアラのリザードンに負けていますが、メガ進化 Y を使います。次はスペックで言うなら、まあカキのリザードンも Z 技が使える点では強いのかなと思うんですが、さっきも話したように年配のおじいちゃんリザードンなので、サトシのリザードンの修行場所であるリザビックバレー、そこのリザードンで一番強いと言われる巨大リザードンとかの方が強そうですよね。その次にサトシのリザードンでしょうか。サトシのリザードンがこのリザビックバレーで一番強いリザードンを倒したかは描かれていないので、一応下という形にしていますが、そもそもサトリザはフリーザに勝っている功績もありますしね。サトシのリザードンも波のリザードンではもう勝てない気がします。とまあこんな感じで少し雑にはなりますが、アニポケに登場したリザードンだけで言うなら上位はこの辺でしょうか。他にも世界戦は違いますが、レッドのリザードンもメガ進化 X になれミュウツーを倒していますが、今回はあくまでアニポケ本編なので除外します。さてようやく本編になりますが、この上位のリザードンたちにフリードのリザードンは食い込めるのか。結論から言うと、フリードのリザードンはトロバとアランの間、トロバにはやや苦戦し勝利、3番目に強いのではというのが結論になります。まあこれは予想なので確定ではないですが、フリーのリザードンはさっき言った特別技のテラスタルが使えますし、さらに日々キャップとの修行をしており、フリード時代世間では腕利きのトレーナーと囁かれるほどです。僕としてはフリードに関しては別の動画で、新無重戦のワールドチャンピオンシップスでハイパーボール級半ばぐらいの力はあるという結論を出していますし、詳しくはこちらの動画を見ていただきたいんですが、そう考えると3番目に強いのではないかという結論でいい気がします。皆さんはこの件についてどう思いますか。よかったらコメント欄でコメントしてみてください。ロケット欄武蔵と小次郎の知られざる過去。ロケット欄っていつもなんだかんだと邪魔してくる悪党ですよね。アンパンマンで言えばバイキンマンみたいな、うわ最高の例え。そんなロケット欄の武蔵と小次郎ですが、今では想像もつかない過去があったのです。武蔵は赤髪の強気なお姉さんですよね。実際にいたらちょっと怖そう。この武蔵ですが、幼少期はめちゃくちゃ貧乏な生活を送っていたようです。降った雪に海苔を巻いて食べたり、醤油をかけて食べていたとか。ちなみに僕幼稚園の時、雪降った時これ真似したら母さんに怒られました、ね、中学生の時はチャリンコ暴走族に入団していたそうです。チェーンを振り回しながら自転車を走らせていたため、チェーンの武蔵と呼ばれていたそうです。また武蔵は昔ジョーイさんを目指していたことがアニメで明らかになっています。ジョーイとはポケモンの世界の看護師ですね。武蔵はポケモンの看護師になるために、なぜかラッキーの看護師になるための看護学校に通い始めます。なんでだよ、誰か止めろよ、これスタートから間違ってる。で、案の定毎日学校に通いましたが、武蔵はラッキーが使える、歌うが使えないなどできないことが多く、結局学校を卒業することができませんでした。その他にもお天気お姉さんやアイドルオーディションに行った経験もあるようです。
ろんな経験の後ロケット団に入団したようですね。いや人生ブレブレ。次に小次郎。小次郎の幼少期は武蔵と違い超裕福な生活を送っていたようですね。ですが礼儀作法に厳しく、スケジュールは分刻みに決められており、こっちはこっちで大変だったようです。その後両親から決められていた許嫁との結婚を嫌がり家出をしたそうです。ルビカちゃん武蔵に過ぎ。もうポケモンこういうとこだよ。家出をした後武蔵と同じチャリンコ暴走族に入団します。この時小次郎だけ補助輪付きの自転車に乗っていたので、あだ名が補助輪の小次郎だったらしいです。なんかもう情報がどうでもいいな。その後小次郎がロケット団に入団し、武蔵と小次郎のコンビが誕生しました。ネットでいろいろとネタにされてるポケモンたちを紹介してみた。まずはこちらフライゴン。分類は精霊ポケモン、ドラゴン、地面タイプ。ルビーサファイアから登場したポケモンです。決して弱くはないんですが、同じタイプのドラゴン地面タイプで全体的性能が高いガブリアスが登場したことにより比べられることになり、フライゴンはガブリアスの介護官、名前ももじってフライゴミと呼ばれたりしていました。広すぎますよね。まあでもフライゴンはそれでも人気のあるポケモンで、これは愛のあるいじりですね。次はこちらコイキング。分類は魚ポケモン、水タイプ。力もスピードもほとんどダメ、世界一情けなくて弱いポケモンと、ポケモン図鑑にめちゃくちゃけなされているポケモンです。公式 YouTube ではコイキングの歌というものがあり、聞くとわかるんですけど心をめちゃくちゃバカにされています。まあでもそこがコイキングの魅力であり、進化すると強いギャラドスになるのもギャップがあって面白いですよね。次はこちらデデンネ。分類はアンテナポケモン、電気フェアリータイプ。 XY で初登場したポケモンです。外見は小さくて可愛いので人気なんですが、アニメでたびたび起こる作画崩壊やガブリアスをギリギリ抜けない素早さ出力し、ポケモン図鑑の説明で民家に忍び込みコンセントから電気を盗む、電気代がおかしい時はこいつの仕業と書かれたりすることからデデカスとネタにされていました。次はこちらサンダー。分類は電気ポケモン、電気飛行タイプ。ネタにされている理由はゲームのサンダーの居場所が変更になったためです。ゲームの中のサンダーは無人発電所の最深部に固定シンボルとして待ち受けているんですが、金銀のリメイク版ハートゴールド、ソウルシルバーでは無人発電所が改築されて友人の発電所となったため発電所の横に立っています。それが発電所を追い出されたみたいに見えるのでよくネタにされています。最後は沼黒。分類は沼魚ポケモン、水地面タイプ。五歳系ポケモン水ゴロウの進化系です。ビジュアルが公開された当初シュールなその見た目が笑いになり、ハッシュタグ沼黒クソコラグランプリというタグで大量のコラ画像が作られました。公式もそれを認識していたのか分かりませんが、なぜかツイッターで沼黒単体の投下画像を投稿されていました。ちょっとご覧したチャンネル登録です。よろしくお願いします。では次のね、せーのグッディー。